今日の県内は冬型の気圧配置となっていて、寒気が流れ込んだ影響で各地で気温が低くなっています。福島市の土湯峠など標高の高いところでは積雪も確認され、美しい雪景色が見られました。今朝の最低気温は猪苗代で 1.0 度、小名浜で 5.2 度など今シーズン一番の冷え込みとなった地点も4カ所ありました。あ、寒いですね。今日は日頃急に寒くなったような気がしますけど、朝はもっと薄手のコートだったんですけど、今日はダウンの方がいいかなと思ってダウン引っ張り出してきました。今日はこの後も気温が上がらず、日中の予想最高気温は福島で10度、郡山で9度、会津若松で8度など平年より3度から6度ほど低く、11月下旬から12月上旬並みの気温となる見込みです。福島地方気象台ではこの後、会津は落雷や突風、浜通りは空気が乾燥するため火の取り扱いに注意するよう呼びかけています。